マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。ダイエット効果の高いリンゴ酢、あなたは毎日どのように召し上がっていらっしゃいますか？せっかく飲んでいるリンゴ酢、綺麗に痩せたいなって思いませんか？そこでこの動画では、綺麗に痩せるリンゴ酢の簡単なドリンクのレシピがわかるんです。このドリンクのレシピで1日でも早く綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。材料3つだけ、女性におすすめのリンゴ酢ドリンクお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目です。なぜこのリンゴ酢ドリンクのレシピで綺麗に痩せることができるんでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、女性におすすめリンゴ酢ドリンクレシピ、詳しく材料、作り方、飲み方の注意点まとめてお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢ドリンクのレシピで綺麗に痩せることができるんでしょうか、その痩せるポイントは3つあります。1つ目です。それはあなたの腸内環境が整う材料を使っているからなんですね。これ全てそうなんですよ。でこの材料を使うことであなたの腸内環境がとってもね良くなる、整うわけですよね。そうするとどんな良いことが起こるんでしょうか。それは根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるからなんです。具体的にお伝えしますと、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちのですね、種類が増えて元気になって、いつまでもあなたの腸内環境に住み着いてくれる環境づくりができるんですよ。楽しみにお待ちください。2つ目です。血糖値の急上昇を抑える効果があるから痩せるなんですね。大事ですよね。せっかくですねダイエット頑張っているのに、血糖値をですね急激に上げてしまうものを誤って食べてしまいますと、その間に一気に脂肪がねどんどん蓄積溜まっていくわけですよね。そこを避けたいということで、今回この材料を使うことでその急上昇を抑える効果がある、イコール脂肪の蓄積を抑え込む効果がアップするということですね。3つ目です。女性ホルモンです。すごく大事ですよね。特に私たち女性はですね、この女性ホルモンのおかげさまで健康で綺麗で痩せていることができるわけなんですが、残念ながら年を重ねていくとですね、もうどん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 このホルモン減少していってもないという状態になるわけですよね。そうするとやっぱり同じように過ごしていたとしても、もう代謝は落ちる、ね、コレステロール値も上がる、でもうどんどんね脂肪を溜め込んでしまうっていう、その悲しい方に、まあ、進んでいくわけなんですけども、ただこの減っていく女性ホルモンの代わりとなるものを外から補ってあげればいいわけですよね。それにとってもね有効な材料を使っているので、女性ホルモンの減少をねカバーしてくれる、イコール綺麗で痩せることができるということなんです。ではこんなにもダイエット効果の高いこのレシピなんですけれども、材料が3つだけでできちゃいます。その一つ一つのダイエット効果詳しくお伝えしていきますね。まずは大豆製品を使います。こちらです。腸内環境は整うということ、そしてイソフラボンが先ほどお伝えしました女性ホルモン、エストロゲンの似た働きをしてくれるからなんですね。あと食物繊維、高タンパク質、大豆、オリゴ糖が含まれています。もうすごくね栄養価も高いものですね。そしてコレステロール値も下げてくれるというのがこの大豆製品になるんですよ。では2つ目の材料はリンゴ酢になります。リンゴ酢ってもう本当にダイエット向きのお酢になるんです。その理由は今からお伝えします。まず脂肪をどんどん燃やしてくれます。そして基礎代謝がアップ、脂肪をつきにくくしてくれるということで、プラス脂肪の蓄積を抑える、血糖値の急上昇も抑えてくれるのがこのリンゴ酢です。で数多くあるお酢の中でも、なぜこのリンゴ酢がダイエット向きなんでしょうか。それはねこちらです。酢酸の働きが一番強いのがこのリンゴ酢なんですね。でこの酢酸の働きがあるおかげで腸の運動、蠕動運動がとっても活発になるんです。そうすると腸がしっかり動いてくれたら消化吸収できて、しっかりと栄養が取れて、結果善玉菌たちもどんどん生き生きしてね痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。
そしてなんとね、満腹感も得やすいんですね。暴走する食欲を抑えてくれる効果だったり、またむくみの改善効果ですね。せっかく体重が落ちたけれどもむくんだままでは残念ですよね。見た目もすっきりしていくためにはこのリンゴ酢のカリウムの効果を味方につけていきましょう。では材料3つ目は蜂蜜を使います。蜂蜜は量を守るとですね、逆にダイエット効果高くなります。もちろん食べ過ぎてしまってはカロリーオーバーなので太ってしまいますが、しっかりと今からお伝えする分量でしたら大丈夫です。で、蜂蜜というのはですね、脂肪燃焼効果があったり、またオリゴ糖が含まれてまして、腸内環境ですね、整えてくれる、大活躍してくれるものなんですね。そしてポリフェノールも入っていますが、これもまた代謝が上がって脂肪燃焼効果を促進してくれます。そしてなんといってもね、栄養価が高い。もうここで間違ってもですね、白砂糖なんか使ってはダメですよ。白砂糖はもう精製した後、栄養が全くないものになりますし、そもそも太ります。なのでしっかりと甘みが欲しいなと思われましたら、お砂糖の代わりにこの純粋の、できれば国産の蜂蜜使っていきましょう。では2つ目の項目です。女性におすすめの綺麗に痩せるリンゴ酢ドリンクのレシピをお伝えしていきます。まず材料です。こちら豆乳リンゴ酢ドリンクになります。1杯分です。ご準備いただきたいのは無調整の豆乳 200ml、 1カップですね。そして2つ目リンゴ酢大さじ1、そして3つ目蜂蜜大さじ1をご準備ください。でここから作り方なんですけども、もう簡単です。以上の材料をマグカップに入れてね、もうよく混ぜるだけなんですが、ここでワンポイントアドバイスです。ぜひ無調整豆乳をホットでご準備いただいて、ホットドリンクとして飲んでみてくださいね。もうとってもね、美味しい、ほっこりします。私もハマってよく飲みます。もちろんこのね、無調整豆乳を白湯に変えても OK なんですけども、やはり豆乳に置き換えたことで、先ほどのね、女性ホルモンのバランスですね、そこのダイエット効果を味方につけることができますよね。そしてね、やはり材料選びがすごく大事です。この無調整豆乳もできれば有機栽培の国産大豆でできたもので、リンゴ酢もですね、太るリンゴ酢使っちゃダメですよ。痩せるリンゴ酢というのは原材料がたった一つだけでできているもの。どんなものかと言いますと、リンゴ果汁 100% のみ、もうこれだけでできている純リンゴ酢選びましょう。蜂蜜もしかりです。もうできれば国産の良い蜂蜜を使っていきましょうね。では最後に痩せる飲み方注意点になります。ぜひですね、食前にこのドリンク飲んでみてください。食前にしっかりと飲むことで血糖値の急上昇を抑えることができて、その後召し上がっていただく食事のね、その血糖値をね、まあ、コントロールしやすくなりますっていうのと、もうそもそもね、満たされます。お腹がね、空いてたかもしれませんが、これを飲むだけで、あ、なんかもう落ち着くなってなった状態でお食事をされますと、食べ過ぎ防止にもなりますから、おすすめです。そして1日に1杯から2杯までで十分です。飲みすぎてしまってはカロリーオーバーですので、まあ、そもそもリンゴ酢もね、だいたい1日大さじ1、2杯までで十分です。それ以上取ってしまうと胃の粘膜がね、傷ついてしまったり、お気分悪くなったりする可能性が大なので、気をつけましょう。そして常温か、まあ、ホットですね。キンキンに冷えた無調整豆乳は使わないでくださいね。逆に腸が冷えて太ってしまいます。そして最後、せめてですね、まあ、12週間ぐらいはコツコツと楽しく美味しく続けていただければなと思います。やはり体質改善、まあ、イコール腸内細菌のバランスを変えていくわけですから、1日2日で作れるようなものではありません。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画ポイントまとめは、ダイエット効果の高いリンゴ酢を使った美味しいレシピご紹介しました。でポイントは、女性にとって嬉しい女性ホルモンの働きをする豆乳を使って、しっかりそこからのダイエット効果もゲットしましょうでしたね。そして必ずホットで飲んでください。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますと、とっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。